はい、どうも、こんばんは。今回はですね、バイオスの方なんですけど、更新をしたいと思うんですけど、いろいろありまして、バイオスの方を更新しないとやらないんで、バイオスを更新したいと思います。はい。ちょっとバイオスの更新、ちょっと初めてなんで、マザーボードの、取扱説明書を、見ながら、やっていくと思います。今回、ギガバイトの、マザーボード、私が1号機で使ってるやつを、やるんで、ギガバイトの、マザーボードの BIOS をアップデートしたいと思います。こちら、BIOS の、Windows 上から BIOS アップデートできる、UTG なんですけど、@BIOS で、GB のマザーで使えるものになります。その前にですね、BIOS の方でですね、ちょっとすいませんね。CPU-Z でいきますね。BIOS の方なんですけど、マザーボードで項目あるんで、ここ見てください。この BIOS っていうののバージョンが、F8 ってなってるんですよ。ここをですね、F11、いわゆる最新バージョンに変えたいと思います。はい。それでは、@BIOS 使って、アップデートしたいと思います。それではですね、今回はですね、インターネットを経由して、BIOS のファイルをアップデートすることもできるんですけど、今回は、いろいろありまして、ギガバイトの公式サイトの方から、BIOS データを、ダウンロードして、それを、この @BIOS で、アップデートしたいと思います。はい。ということで、ちょっと取扱説明書を見ながらやっていきたいと思います。@BIOS の、@BIOS、@BIOS、@BIOS。すいませんね。ここら辺ですね。いました。ここですね。@BIOS の項目。ですね。まず、あれですね。とはく、立ち上げてある、まず、ソフトを、落とさなくちゃいけないんで、ちょっと待ってください。メッセンジャーまず落とします。メッセンジャーはここに起動しているんで、ちょっと待ってください。これで大丈夫ですね。とはく、起動してある、プログラムですね。一応、アプリケーションを、落としましたと。で、BIOS 指定するときに、いきますね。はい。それではですね、ここに、アップデート BIOS、from ファイル、っていう部分、ここですね。これがあるんですけど、これを押します。そうすると、BIOS ファイルを設定し、開いてくださいっていう、項目が出るんで、BIOS ファイル、ここですね。EP45UD3R.F11 という、ものがあるんで、こちらの方を、選択して開きます。そうすると、ここに英語、The screen will、なんちゃらこうのっていう、Do you want to update the BIOS?、BIOS をアップデートしますかと聞かれますので、OK を押してください。そうすると、BIOS の方がアップデート、ここですね。現在もアップデートされています。この間はもうほとんど何も操作しないでください。もしちょっと操作して、BIOS が、あれですね、アップデートして、ちょっと壊れる可能性もありますんで、何もしないでください。となく、アップデート中、この @BIOS っていう、ギガバイト製の、アプリケーションなんですけど、あれですね、ちょっと待ってください。BIOS アップデート、なおでいいですかね、こっちですかね、よくわからないですけど、これで、シャットダウンですね。はい、シャットダウンですね。はい、もうシャットダウンしてますね。顔が映るんで、下げます。さっきのAtBIOS っていうのは、あれなんですよ。ちょっと待ってください。ちょっと、BIOS を立ち上げます。ですね、AtBIOS っていうのは、ギガバイトの、あれなんですけど、他の、マザーボードメーカー、例えば、ASUS だとか、でもあるんですよ。UTD が、Windows 上からアップデートできる UTD があるんで、大体それを使うときは、まず、ともかく Windows 上から BIOS をアップデートするときは、ともかく、BIOS アップデート UTD 以外の、BIOS の方、っていうか、じゃあ、すみません、アプリケーションの方ですね、とりあえず、落とした方がいいです。はい、BIOS の方起動しましたね。はい。バージョンの方が書いてないかな、どこに。バージョンの方がいいですね。すみません、ちょっと待ってください。これですね、BIOS アップデートした後、BIOS を、起動して、ロードなんちゃらこうのっていうのを選択して、エンターを押して、BIOS をデフォルトをロードしますって感じなんで、ですね、これは、はい、わかりました。ちょっとすみません。これですね、こいつをエンターで押してあげます。で、聞かれるんで、Y を押して、選択しちゃいます。これでいいんですかね。
で、まあ、セーブ&エグジットセットアップで押して、まあ、はい、で、これで OK でいいですね。はい、すいません、顔が。ですね、まあ、ともかく、さっき、まあ、Windows 上から BIOS アップデートするときは、ともかく、そのまあ、BIOS セットもアップデートする、まあ、アプリケーション以外は、このまあ、起動させない方がいいでしょうね。まあ、不具合が起きて、また、PC がフリーズしたりすると、その、BIOS アップデートに失敗して、あれですね、Windows の方が壊れてしまったりする、したりするんで、まあ、そちらの方は気をつけてくださいね。はい。まあ、BIOS アウト、リコなんちゃら効能って書いてありますね。はい。まあ、これでいいですね。はい。ともかく、はい。現在、まあ、BIOS アップデート完了しましたね。はい。あとは CPU-Z で確認して、まあ、F11 になっていれば、まあ、成功ということになります。はい。ちなみにこの私の持っている Gigabyte の、まあ、UD3R っていう、まあ、EP、まあ、EP の UD3R っていうマザーボードは、まあ、Dual BIOS っていう、一つの BIOS 壊れても、もう一つの BIOS でできるという、まあ、そういう機能がありまして、まあ、一つの BIOS が壊れても、まあ、大丈夫っていう、まあ、やつがありますね。はい。Windows を起動しています。はい。成功したようですね。Windows が起動したってことは。はい。まあ、ちょっと今、いろいろ事情があっても、今回 BIOS の方は、まあ、アップデートしました。はい。まあ、なぜ、まあ、今回 BIOS をアップデートしたかというと、まあ、また今度、まあ、その時、まあ、時が来たら話したいと思います。はい。それはちゃんと理由があるんでね。まあ、パスワード。惜しいですね。まあ、あるんですよ。まあ、ともかく理由があるんですよ。この BIOS アップデートした理由が。それはまた後日、まあ、大体わかる、つうか、まあ、教え、まあ、お教えしますんで、まあ、お教えします。その時に、まあ、今はちょっとで、まあ、ちょっと、いろいろあるんで、まあ、教えられませんけどね。はい。それでは CPU-Z をもう一回起動したいと思います。ちょっと F11 になっているでしょうか。なっていなかったらちょっと悲しいですけどね。はい、ここ見てください。BIOS のバージョン、さっき F8 だったのが、F11 っていう、まあ、最新のバージョンになっています。はい。これで、まあ、BIOS のアップデートも完了しましたね。はい。今は、昔の大体、パソコンっていうのは、まあ、昔はフロッピーディスクで BIOS 上から、まあ、アップデートするのが普通だったんですけど、今は Windows 上から、まあ、アップデートできる、まあ、その、マザーボードメーカーの、まあ、まあ、標準で、まあ、ついている、まあ、そういうアプリケーションがあるので、まあ、まあ、便利ですね、最近は。はい。すいません。はい。まあ、いい。便利ですね。まあ、あれですね。最近は USB メモリとかも使えるらしいです。はい。まあ、BIOS のアップデート、まあ、一つ間違えると、まあ、危険なんで、ちゃんと、まあ、こういう、まあ、こういうですね。まあ、例えば、まあ、これは Gigabyte のやつなんですけど、まあ、ともかく、まあ、マザーボードの、まあ、マニュアルを、まあ、ちゃんと確かめて、ちゃんと手順を覚えてから、まあ、やった方がいいかなとは、まあ、思います。はい。それでは、まあ、今回は、まあ、私の自作1号機の、まあ、BIOS のアップデートをしてみました。はい。それでは、見てくださった方ありがとうございます。それでは、皆さん、さようなら。